スイートルームのみかです。本日はこちら、じゃーん、恒例になっておりますアクシーズのルックブックを撮っていきたいと思います。今回は夏がちょっと終わりかけてきてるので、秋物も含む夏秋バージョンのルックブックをしていきたいと思います。アクシーズのネットショップから注文して、こういった感じでね、お箱で届きました。で、いつもは可愛い箱で届くんで楽しみにしてたんですけども、カバンとか靴とかかさばるものも入っているからか、こういうシンプルな箱で届きました。可愛いね、箱をお見せしたかったんですけども、早速オープンしていきたいと思います。それでは開けましょう。この開け方はおすすめしません。オープン。おー、出てきましたよ。今回の購入品は服4枚、バッグ1点、サンダル1点、その他1点です。ルックブックスタートです。こちらは購入したものではなくて、今年の夏は家での作業が多くて、この格好が本当に多かった。このパーカーの後ろのレースが可愛すぎます。めちゃくちゃ楽ちんコーディネートです。ここからが購入品のご紹介。ゆったりワンピース。最近秋になってきたからか、オレンジ色が気になるんですよね。袖部分のバルーンな感じが可愛い。以前作ったお花たっぷりポニーフック合わせてみるとやっぱりいい感じ。こちらの金具がザ・アクシーズって感じ。バッグはリュック推しです。今年は理想の形に巡り合いました。さりげないロゴが嬉しい。お出かけも楽ちん。両手が使えるからやっぱりリュックが好きですね。ベストを重ね着されているようなドッキングシャツワンピース、この色合いがめちゃくちゃ好き。さりげない裾のレースが嬉しい。これから大活躍しそうなワンピースです。こちらのサロペットは、アクシーズのオンラインショップではアウトレットコーナーがあり、そちらで見つけたもの。昨年欲しいと思っていて、色が売り切れていたから再入荷されていて真っ先にカートに入れました。この胸元のひらひら、スカラップとお花の刺繍、可愛さが集まっています。アクシーズで T シャツというものが珍しい。このラフ感はめちゃくちゃ珍しいんです。後ろにボタンがついているところがアクシーズですね。かわいい。そして色違いの黒。私はあまり黒を着ないのですが、これは男性モデルさんが着ていたので、これなら旦那も着れるかもと思って購入しました。バッチリ着れました。こちらは2年前くらいに購入したドッキングワンピース。色合いも夏から秋にかけて着ることが多い。ブルーっぽいレースと花柄の生地の組み合わせがたまりません。9月に入ると昼間は暑く夜は冷える日が多くなってくるので、パーカーを羽織って夜は過ごします。2022年秋のお出かけスタイル。旅に出たい。テンション崩壊。パールのストラップを購入したので早く活用したいです。チェックと刺繍が可愛いジャンパースカート。後ろのリボンが可愛いのですが結びにくいんですよね。ウエストがキュッと締まるので着痩せ効果が期待できると思ってます。よくよく見ると小さなバラの刺繍と大きなバラの刺繍が豪華に施されています。再びオレンジのワンピース登場。このサンダル、バーゲンになることをずっと狙っていました。ようやく私の元に届きました。いらっしゃい。秋先取りコーディネートはこのワンピースにぴったりのカーディガンを合わします。そしてちょっと気が早いけどめちゃくちゃお安くなっていたので、こちらのファーマフラーも購入。今年の冬は絶対必須アイテムになること間違いなしです。タートルネックと重ね着すれば長く着られそうなワンピースですね。
後ろの編み上げリボンが実に可愛い。お気に入りのお洋服が増えたので、秋に向けて楽しんで過ごせそうです。はい、以上、夏秋物アクシーズのルックブックでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。